一番手に入れたかった全米女王の座、そして四大陸選手権も制した昨シーズン、前回逃したオリンピック出場へ向けまして、アシュレイ・ワグナーにとっても大事なシーズンがスタートします。曲はサムソンとデリラ。この結果で日本の2年ぶりの対トリプルフリップ、ダブルトーループ、ダブルトーループ。さあ、その躍動感、キレを見せる和歌。続いてもコンビネーションジャンプ。ダブルアクセル、ダブルトーループ。ワグナーは時計回りに回転する選手です。トリプルサルコー、安定感がここまでありますね。